写真拡大。ソフトバンク、ロッテ、23日、ヤフオクドーム。ソフトバンクの高橋彩也投手は23日のロッテ戦に先発する。リーグ首位打者の荻野騎士外野手をキーマンに挙げた。先発は8勝目を挙げた7月9日の西武戦以来。その間、しっかりトレーニングもできましたし、休みも取れました。コンディション自体はいいんですし、ボディバランスも整えられましたと、自信を持ってマウンドに上がる。シーズン前半は、まっすぐでしっかり押せたと振り返りつつ、ちょっとずつストレートが弱くなってきているので、まっすぐの強さを求めていきたいと、自身の課題を口にした。ロッテ戦は5月25日、ZOZO 以来の登板となるが、その時は荻野さんに3本ヒットを打たれた。対応力が高いし、最初の打席で打たせると荻野さん自身もチームも乗ってくる。とにかく荻野さんがキーになると思いますと、リーグ首位打者への警戒心を強めた。チームは21日の楽天戦で連敗をストップさせたが、打線は8試合連続で1桁安打が続き、その間の合計得点は13と1試合の平均得点は2点にも届かない。それでも自分のピッチングをするだけですと気持ちを込めた。23日は福岡での鷹の祭典6連戦の初日。鷹の祭典のポスターにも使っていただいているので恥ずかしくないピッチングをしたいですと少し照れくさそうに笑った。藤浦一斗、風と藤浦。